ケロ。みなさん、こんにちは。ほら、今からね、すくすく広場の親子で楽しむちょこと一コマ始まるよ。
怪獣。お家には可愛いお子さん怪獣いますか？可愛いけど、雨の日にお家の中で怪獣？もう困ったな。怪獣、じっとしてないな。そのように感じる時はないでしょうか？もし誰かとお話ししたいな、こんな気持ちつぶやきたいなと思ったら、こちらの相談先にぜひお電話をください。お待ちしています。ピヨピヨピヨ、ひよこさん、かわいい。にょろにょろにょろ、うわー、ヘビさん飛んでった。ガオ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 、すごく大きくって、僕のお口よりもさ大きくって、僕のお母さんの口よりも大きい口だったな。怪獣すごいな。ご飯何食べるんだろうな。今度教えてもらおうっと。みんなまたねー。